これはあの今年エクストリーム戦で戦いましたから ね、 2人は、はい、タイトルマッチやってますよね。モノボケデスマッチをやりましょう。お、秋山がゴンギツネの体勢だ。なんだこの緊張感。おさあどっちのキツネが勝つんだ。あやはり、おおおおお、これはあ秋山潤のゴンギツネが決まった。そうしたおパイドライバー、きつい。これは決まるか。決まる。お返した。よく返しましたね。アントンが返しました。あしかしいいストライクを待っていた。さあ決まるか。おこれは高鳴るの松本が間に合いました。おおおまだ吐く時間あったと思うんですけど、D の吐きません。さあもうこれはアントンが、あこれはエクスプロ、あれ今日は俺にやらせてくれ。確かに今日ですね、聞いたところ娘さんは救急車セットを欲しがっている。あなるほど。息子さんは電話のおもちゃが欲しがっているという。なるほど。はい、大石誠であります。ファミリーガイ大石誠、いいお父さんですからね。やはり今日は勝利というクリスマスプレゼントを子供に与えたい。さあミラクルエクスタシーが決まった。さあ返せるか。これはあ決まらない。返します、返します。奥の手ミラクルエクスタシーを返されてしまった大石誠。バーザーかけたってお前やら、早く出ました。出たわさびだ。わさびが来ましたね。 D の嫌がってますね。これは首横に振ってますね。あダメだダメだ。これはこの大量のわさびが D の口に運ばれた。うわこれはこれは D の絵のダメージ。とんでもないことだ。これはとんでもないことになっている。福岡では明太子、熊本ではからしれんこを口に。これは真似しちゃいけませんよ。そうなんですよね。あしかしやはり大石が狙われる。3人変わる変わる。そして3人揃ってのバイオットベルボー。これは決まってしまったか。10分経過。アントンがこのワンショルダー外したということは出ますね。勝負に出ますよ。出ますね。これはコーナーに登ったアントンがダイビングフィスト。ドラバー足が待っていた。おそれを丸め込んでいく。決まるか。おおおおさらに